作戦面どうでしたか、ちょっと構成的な古性さんと、まあ、九州勢がちょっと浮いてるような感じだったんです。そうですね、古性君がもうちょっと遅かったら、あの突っ張って考えようかなと思ったんですけど、あの失格戦結構ギリギリくらいで来たんで、あの1回立て直してからと思ってました。あとは、まあ、どこで行くかなというのが難しい。そうですね、やっぱ仕掛けても古性君の居粘りとか飛びつきが、やっぱりどうしても気になってしまったので、で結構流されたん で、この後もずっとビジョンを見られてかけるという状況だったので、ちょっと難しかったですね。まあ、ちょっと待ってからでしたけど、まあ、その後のスピード感は良かった。しっかり自分 のスピードを出せたと思います。まあ、本当このところは、まあ、やっとといったら失礼ですけど、こっちの競輪の方でも結果がだいぶ出てくるようになって、はい、まあ、ちょっとずつですけど、まあ、やっぱラインで決めたりというのは難しいになってしまうので、その辺がその課題でもありますね。ちょっと、まあ、2日目だったりさっきのレースでは、まあ、しっかりと修正してた。そうですね、もっと相手も厳しくなってきますし、でもその分後ろの前もしっかりしてくるので、また自分の持ち味を出せるように頑張りたいと思います。まあ、体自体はすごく戦えるものだと思うので、なんとか、はい、特に悪いという状態でもないので、まあ、決勝に向けてというか太田戦もある外程ですけど、うまくて、まあ、ここから先があまり勝ち進めてないので、しっかり集中していきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。